朝鮮たちは可否を制圧し、そこに仮の宿を得た。時を同じくして都では曹操が江沢勢力の残党を倒し、天帝を保護していた。曹操は可否から逃れてきた劉備を受け入れ、次なる敵を呂布と定める。呂布の部があれば曹操の軍を退けることができるかもしれない。しかし門をいただく者を相手に戦うわけにはいかない。悩む朝鮮に呂布の軍師陳宮は南の地にて活路を見出すように示した。俺の犬間に帝をさらったのはあいつらだ。奴らこそが逆賊だろうが。されどそれを称す手立てはありません。王翦様は官室のために戦っていらしたのに逆賊扱いするなんてひどい。何か手はないのか陳宮。ならばこちらも官室への忠義を示すのです。例えば後藤の孫権が先の戦で都から持ち去った伝国の玉璽、これなどよろしいかと。それですわ。王翦様、孫権から玉璽を奪い返しましょう。朝鮮が望むもの、すべて俺が手に入れよう。朝鮮のために孫権が持つ玉璽を奪う。周公金が相手となろう。覚悟。師匠、もっとよりやるじゃねえか。注がせてもらうぞ。敵将撃ち取りました。
者ども耐えよ。ここが正念場だ。
私の知略に勝てるとお思いか。できない。一旦拠点まで下がるぞ。避けるとしよう。敵将撃ち取りました。もはやここまでか。奪います。私の使命必ず果たします。